それでは早速ですが、開会にあたり、ユスロン・ギザ・マヘンドラ国面全権大使に開会の挨拶をお願いしたいと存じます。でも、そのいい関係を継ぐためには、もちろん皆さんの力、皆さんのご支持、ご指導、応援などはもちろん必要なんですが、私はただ自分の一人で自分の力でもやろうと思っても絶対やれない。それから今日ここで集まっていい年に向きましょう。今日は本当にありがとうございました。今日はユスロン大使の特別のお計らいで、こういう新年のレセプションをしていただきました。大使ありがとうございました。まあ、今ね、大使日本語でご挨拶してましたけどね、今日ね、インドネシアの大使がいるんですよ。日本語、大使の日本語上手でしたかと聞きましたらね、とっても上手でしたと、こういうことを言ってました。まあ、大使も安心してください。まあ、今大使からもお話ございました通り、日本とインドネシアの関係というのはこれは順調であります。では、インドネシアの皆さんもよく理解をしてくださっているというように理解をいたしております。また、これからますます日本インドネシアの関係というのは強固にしていかなければいけない。で、そのためにはビジネスをしていらっしゃる方はお手寄りでありますけれども、広く国民同士のお付き合いも必要というように思っています。